Marvelous Entertainment。こいつか。は。薬か。は。スパイだと思いましたので自白剤を投与しました。自白の内容は投与前と変わりません。ふん。わかった。あとで連れてこい。は。しかし本当にこの男の話を信用するのですか。戦況は悪い。我が国はあと数年で負ける。今どんな藁でも捕まねばならんのだ。これより我々は極秘任務に就く。計画名ウルド。やれば。我々の任務はウルダ計画の調査と阻止だ。計画に関わってるあんたを捕らえて内容を吐かせればそれでいい。ガキの一人ぐらい知ったことか。なんなら私がやろうか。そんなはったり。マジで撃ち上がった。やめろこいつを。少女が連合に奪われたようです。仕方がない。少女は後で取り戻せばいい。列車の暴走を止めろ。しかし少女も巻き添えになるのでは。安心しろ。あの子ならうまくやってくれる。了解。で、エルナ、連れてくるのはヘルマンのはずでしょ。あんたにはこの子が四十のメガネ親父に見えるわけ。ん？へえ、任務のためなら女子供も平気で殺せたあんたがね。計画と関係があるらしい。はいはい。で、あんた名前は？何か知ってることはない？私未来から来たんです。2112年から。
私たちは宇宙船のワープ装置開発の実験中に発生したトラブルで2112年からこの1943年に飛ばされてしまったのです。私たち他にも未来から来た人間がいるのか。技術者のアランも一緒でした。でも宇宙船が不時着した付近を探索中に彼を見失ってしまって。ふーん。クリス、その宇宙船は？ある場所に隠してあります。あ、何これ、人工頭脳？はい、本来ならこれで現在地がわかるのですが、この時代には人工衛星がないので GPS 機能がほとんど役に立ちません。でも私は船の場所の経路を調べておいたので、ここです。アランは連中に捕まったとみていいの？そして奴らは彼から宇宙船の情報を得た。ワープとかいうのを使えば空間を飛び越えて直接英国本土を攻撃できる。それ以上かも。でも彼は船の先を知りません。それでクリスを狙っている。パルプ雑誌の先週説よりうさんくさいよね。漫画だ。ノンフィクションもね。いいか、クリス。絶対に奴らには船の場所を言うな。はい。記憶を消され、冷酷な戦闘マシンとして育てられたの。あなたは私の母親ではない。10年前傷つき倒れていたお前を助け立派に育てた恩を忘れたか。それでもエルナさんは過去から逃げないで前に進んでいるんですね。私は遅い。お前は今まで私に勝てたことがあったか。悪い子だ。船の場所は絶対に。場所？もうついているよ、その場所。見せてやろう、我らの女神ウルナの姿を。どうしたエルナ、あのスパイは何か吐いたか？私はあなたの娘ではないのか？誰に聞いた？では私の記憶は。
誰に吹き込まれたか知らんが、お前を拾った時にはすでに記憶はなかった。たとえ血がつながっていなくとも、お前は私の娘だ。お前を愛している。違う。撃てばお前は反逆者として終わり、死を早めるだけだ。未来を決めつけることなんてできないさ。悪い子だ。どうだった？エルナが裏切ったぞ。発見次第殺せ。私は何者だ？私の本当の親は？残念だけど、私の一流の情報収集力でもわからなかった。ところで、うちのボスは敵チームから追い出されたエースの入団を希望してるわ。言ってる意味わかる？スカウトよ。逃げる？立ち向かう？見せてやろう、我らの女神ウルダの姿を。何、ちょっと素直になってもらった。昔のお前のようにな。簡単にこの場所を教えていただいたぞ。未来人にも弱みはあるもんだな。アランか。クリスから聞いた。すまない、君たちまで巻き込んでしまった。隙を見てなんとか。アラン、できるか？トラブル発生からのデータは全て残っているはずだ。それを解析すれば。侵入者だ。やば。ジャネット、クリス、ごめんなさい。もういい、未来に返してやる。帰りたくない。私は遺伝子技術で作られた人造人間なのです。作られた？私と同じか。ワープという未知の環境が人間に与える影響を調べるためのサンプルでもあるんです。未来に戻ってもデータを取られて廃棄されるだけ。そんな状況から逃げたくて、未来を変えてしまえばって思ってしまって。それで。未来を決めつけることなんてできないさ。そこで見ておけ、我々に微笑む女神の横顔を。へへ。なぜ助けに来た？皮肉は一人で行ってもつまらないもんよ。ん？あら、大変だったみたいね。また白髪が増えたんじゃない？こんな時にも皮肉か。あら、皮肉は人生を楽しくしてくれるのよ。他人の不幸でね。諸君の活躍により、この宇宙船が手に入った。アークやヴァンパイア、ラスプーチンと比べても素晴らしい成果だ。だが、この船一隻で変わるほど今の戦況は甘くはない。そこで我々はこの船で過去へ行く。戦況を、歴史を、運命を変える。未来人と我が国の科学力がある。5年でこの船を量産できる。過去と運命の女神ウルダも祖国に勝利、世界の覇権を授けるのだ。人類、人類、
絶対にこの場所から脱出してみせる。絶対に。ジャネット、先に行け。オーケーボディ。でもカサブランカみたいなオチは嫌よ。よくやった。おお。大丈夫か。ああ。この船で未来に帰れるのか。ああ。データを調べてみたが、トラブル発生時に全く同座標にワームホールの出入り口を開けていた。そのホール同士の干渉で時間軸を歪めてしまったらしい。この2つのホールのエネルギーバランスが時間軸の出口を決定するようだ。データをもとに時間軸を計算するプログラムを組めば、任意の時間へ飛べるようになる。2112年へ帰れる。わかったか。最後の帰れるってとこだけね。決心がついたか。奴らは必ず追ってくる。未来に帰るまでお前たちを守り抜いてやる。親が心配するだろう。親は存在しません。すまん。だがこの時代にいてもお前の知識と技術をめぐってまた争いが起こるだけだ。記憶を消せば。そんな技術は連合側にはない。残る道は今度は外さない。クリス、さっき私を助けてくれただろ。戻ってもチャンスはある。強くなるんだ、さっきのように。落ち着いたか。私も昔こんな風に抱かれて心が落ち着いたことがあった。たった一つの蘇った記憶だ。本当のお母さん？ああ、間違いない。顔は思い出せないが暖かかった。この戦いが終わったら探し出すつもりだ。宇宙船に積んであったんだけど、操縦がバイク並みに簡単でさ。宇宙船を発見した。よし、プログラムが完成した。戻れクリス。頑張れよ。よっしゃー、いっくわよ。近か近か、チャンスは一度だけだ。宇宙船は破壊するな。宇宙ワープシステム、プログラムともに動作正常。高度300フィートまで上昇。
し、アステアやキャグニーバリのタップを見せてあげる。静止状態維持、ワームホール展開用意。セーブハッチ開きます。ワープ装置展開。エネルギー供給開始。座標入力、磁力調整、ホール展開用意。展開。私の元へ戻れ、エルナ。今なら全てを許してやろう。あなたは私の母親ではない。ならば私の与えた名とともに私の娘として死ぬ。狙いすぎだ。あやっ、火星人の機械か。残念、オーソンウェルズの子孫なの。時間がなくなってきた。ホールの移動を開始します。この船を10年前に戻せ。早くしろ。エルナは処理した。助けには来ない。時間を稼いでも無駄だ。お前は本当に未来へ戻りたいのか。私と共に過去に来ればお前を自由にしてやろう。お前は頭がいい。生きていける可能性が高いのはどっち。私の母ではない。アラン、大丈夫か。ごめんなさい、私。時間がない、元に戻せるな。はい。クリス、この時代に来て何日経った？いくら過去へ逃げても
結局時は未来へ流れていく。だったら前を向け、流れがよく見える。違う流れにも乗れる。強くなるんだ。未来へ戻るんだ。早く。このままじゃ過去に追うんだ。クリス、持ってくれ。また白髪が増えたんじゃない？クリスはどうなった？未来に戻れたか？どうなったんだ？強くなった。ん？言っちゃったわ。ちょっと逆方向だったけど。そうか。もしクリスが生きていたらまた会えるかもしれないな。そうね。あの子なら間違いなく過去から逃げないで前に進んでいくわよ。珍しいな。いつもなら皮肉を言うのに。皮肉よ。私の人生最高の皮肉。ここで何があった？ここは、私は記憶がないのか。思い出せない。しょうがない、町へ降りよう。何かわかるかもしれない。とりあえずお前の名前はグリム、グリムヒルトだ。私、グリムヒルト？死んだ女房の名だ。貸してやろう。私はグリムヒルト。